大隅は、1970年2月11日に、東京大学宇宙航空研究所が、鹿児島宇宙空間観測所から L-4S ロケット5号機により打ち上げた日本最初の人工衛星である。名称は打ち上げ基地があった大隅半島に由来する。 1966年から観測用ロケット L-3H 型に補助ブースターと姿勢制御装置第4弾休 k ロケットを追加した L-4S ロケットで打ち上げ実験を開始し1969年に打ち上げられた L-4T 型1機の打ち上げを含めた計5回の試行錯誤の後での打ち上げ成功だったその結果日本は ソビエト連邦をアメリカ合衆国フランスに次いで世界で4番目の人工衛星打ち上げ国となった参考までにその2ヶ月後に中華人民共和国は東方紅れない1号の打ち上げに成功しているただ中国を含め多くの国は弾道ミサイル開発の副産物として人工衛星打ち上げ技術を習得したのに対して日本は 大学の付属研究所が純粋な民生技術として研究を行い、非軍事目的での人工衛星開発に成功し、なおかつ、日本国内では直接的な軍事技術への転用も行われなかったという点で国際的に得意性を持っている。大隅を打ち上げたラムダロケットランチャーと L-4S ロケット。国立科学博物館の展示。大隅は、 L-4S ロケットの最終弾そのものであり、また、衛星の目的も衛星打ち上げロケットの技術開発である。お墨を語る上で L-4S ロケットは、文字通り切っても切り離せない関係にあるため、まずロケット側の背景から述べる。L-4S ロケットは誘導制御装置が付いていない、世界初の無誘導衛星打ち上げロケットであった。 これは決して開発能力がなかったわけではなく、誘導装置はミサイル開発につながる軍事技術への転用が可能であるという指摘が野党の日本社会党等から上がり、開発の着手時期が大幅に遅れたためである。もちろん、単にまっすぐロケットを打ち上げても地球周回軌道には乗らないため、何らかの方法で機体を制御し、 地表に対して水平に向きを変えなくては、衛星を軌道に投入できない。この大対策として、無誘導重力ターン方式で軌道に投げ込む方法を取ることとなった。これは、以下のように手の込んだ打ち上げ方式である。無誘導重力ターン方式での、手の込んだ一例を挙げると、デスピンモーターがある。一旦点火をすると燃焼を中断できない、固体ロケットによって、 ロケット本体のスピンを止めるため、デスピンモーターは、スピン方向と、反スピン方向の両方にノズルを持っている。デスピンモーターは、燃焼直後には反スピン方向のノズルのみに、燃焼経路を開き、スピン停止のための噴射を行うが、スピン停止を検知すると、スピン方向のノズルにも、燃焼経路を開き、相対推力を例にする。この技術は、 後の宇宙系衛星打ち上げロケットに採用される、ロール制御モーター、SMRC に結実する。大隅は、L、L-4S ロケットの最上段である直径 48cm の球形固体モーターに、円錐台上の軽機部を付けたもので、全長約 1m、質量は4段目の 14.9kg と軽機部 8.9kg を合わせた 23.8kg の、 小さな人工衛星である。軽機部には、軸方向の加速度計、温度計、テレメータ送信機、ビーコン送信機、パイロット信号送信機などを搭載していた。電源は、容量5アの酸化銀と亜鉛を電極とした一次電池で、設計寿命は、電池容量から約30時間であった。目標とされた軌道は、エンジ 2900km。 近地点 530km であった。しかし、第1弾が風で流されたことと第4弾の水力が過剰であったため、実際に投入された軌道は、遠地点 5151km、近地点 337km の楕円軌道であった。また、ロケットモーターとの断熱が不十分であり、機体が予想よりも高温となったために、電池の消耗が激しく、 約15時間ほどで電力供給が途絶えた。そのため、衛星からの電波の発信も終了した。お隅の電波運用は打ち切られたが、その後も、光学観測により存在が確認されていた。打ち上げ後、約33年間地球周回軌道上にあった。ものの、地球の上層大気による抵抗による減速によって、次第に、 高度が低下し、弱、JA、差統合を10月に控えた2003年8月2日午前5時45分に、北緯30.3度、統計25.0度上空にて、大気圏に再突入によって燃え尽きた。日本のロケットの開発当初は、朝鮮戦争の兵器用に作られた、推進剤や、戦時中に開発されていたミサイル兵器、オ,オカや、 十分診断の推進剤の圧新規を転用しており、これらの推進剤の規格に合わせて、ペンシル、ベビー、カッパロケットが開発されたという経緯がある。ただし推進剤もしくはその製造機材を流用したのみで、ロケット本体は新規に開発された技術である。後年になって、インドも民生技術による人工衛星の打ち上げを達成しているが、こちらは後に、 ミサイルへ転用されている。ただし開発後の軍事転用の有無を問うのであれば、日本のロケット技術も日本国外では、軍事転用されている。この時、第3弾と第4弾は、完成飛行を行っているので、そのままだと、第3弾の残留水力で、第3弾が第4弾に衝突する。この時、ロケットは燃焼していないので、誘導ではなく、姿勢制御である。 国産衛星反響様々、純国産が嬉しい、ただ国威発揚だけ、朝日新聞1970年2月12日、有敢三判10名に日の丸衛星、お隅地球を回る世界第4の人工衛星国に6週まで、確認電波弱まり追跡中止、読売新聞1970年2月12日、 夕刊一面、野本春代、日本のロケット NHK ブックス、P72、坂本明、最強世界のミサイルロケット兵器図鑑、P188。1960年4月14日、第34回参議院内閣委員会第19号社会党の、矢島光吉が、 ロケット研究の軍事転用の可能性について懸念を表明。1961年4月18日、第38回衆議院科学技術振興対策特別委員会第11号、糸川秀夫がラムダへ誘導装置を搭載することを示唆。1965年2月17日、第48回衆議院科学技術振興対策特別委員会第5号社会等の 田中武雄からラムダの IRBM 転用可能性について質問。ありがとうございます。